はい、どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。クソレッキ製造工場へようこそ。工場長のルイです。さあ本日なんですが、またね、新デッキ、新パックを使ったゴミカスデッキを作ってきたのでご紹介していこうかなというふうに思っております。新パック一番やべえギミックと言われているのは、世界を終わらせると言われているこの石津ギミックなんですけども、ムドラ、そして、ケルドを、ケルベクアギドという、まあ、この4種類のモンスターが何をするかっていう話は、あの石津ギミックの解説の方でやってるんで、詳しくよかったら見てほしいんですけども、まあ、簡単に言うと墓地のカードめっちゃ肥やせると。この2枚がね、墓地の数めっちゃ肥やせるので相性がいいギミックいくつかあるんですけども、本日はですね、あのライトロードギミックをぶち込みました。まずね、でライトロードも墓地肥やせるんですね。だからもうありえない量の墓地を肥やせると、このデッキなので、墓地に落ちたあのネクロフォイスフェイスっていうガチでヤバいモンスターがいまして、こいつはあの除外されるとですね、あのお互いのデッキの上からカードを5枚除外するよっていう単位値がついていない効果を持ってるんですね。で、このネクロフェイスをですね、あの白雪で、無限に除外して、相手のデッキを全て除外します。石津ライトロードネクロフェイスデッキ破壊デッキ、こちらやっていきましょう。これね、まあガン回った場合なんですけど、ガン回った場合、あのネクロフェイス1ターンに10回ぐらい除外できるんですよ。10回、10連打でいきます、ネクロフェイスが。だから相手のデッキが50倍くらい除外できるんですね。で、ケルベクアギドの効果によって10枚、墓地落とせますんで、まあ、実質60枚デッキ削れるっていう、まあ、そういうデッキですね。はい、まあ、相手がだから何枚デッキであろうと、まあ、回ればデッキを全部削りってることができるという、まあ、そういうギミックです。はい、でギミックは回し方、対戦動画内でやってるので、早速くっ喋ってもしゃあないんで、早速ね、この圧倒的最強モンスター、これの強さ見せていきましょう。あ、ちなみに弱点なんですけど、先に言っておきましょう。あのね、誘発結構きついです。増殖する字は別に どうでもいいけど、あのうららとかね、エフェクトベーラーとか無限抱擁みたいな効果は結構シビアなんで、割とリソースが、ちょっときついっていうのと、あとあれですね、あのガンメタされます、あの石津ギミックで。相手の石津ギミック結構きついです。はい、まあ、そんなところですかね。はい、相手が石津ギミックじゃなかった場合はもう世界を終わせられるんで、早速やっていきましょう。デュエルスタンバイ。うおー、パチンコ開始。あ、なんか結構激アツに近かってる、これ。これ激アツに近かってます、これ。はい、あ、今回あの遊戯王じゃなくてパチンコをしていきます。はい、パチンコってのはどういうことなのかっていうのちょっとまた、おいおい説明するとして、この時墓地に落ちるカードによってなんか結構いろいろ変わるので、まあ、運ゲー要素が非常に強いんですね。とりあえず光の援軍とかいう最強カード2枚引けるのやばすぎて、これさすがに強そうで、ですね、まあ、ルミナス持ってきますか。まあ、ルミナス墓地から蘇生すること多いから、まあ、別に持ってこなくてもいいっちゃいいんだけど、まあ、とりあえずですね、ケルベック君が落ちてくれたため、墓地に落ちたカードは、これはアギード効果使っていいかな。アギド効果発動、相手のカードが墓地落ちたのに自分を特殊召喚して、で自分の墓地から、幻明系モンスター特殊召喚できる効果。あ、スプライトだ。やば、出たスプライト。そう、スプライトはね、石津ギミック入ってないでしょ、さすがに。さすがに入ってないと思うから、これ多分いける。誘発がどのぐらい入ってるか知らないけど、ちなみに石津ギミックの弱点は石津なんで。これはマジで。アギド効果発動。さあ、相手のデッキをひたすらに肥やしていくぜ。トリッククラウンの効果強い、いいぞ、これ強い、あまりに最強。さあ、これでトリッククラウンの効果発動して特殊召喚できる、墓地で落ちた時に特殊召喚できるようなモンスターをね、結構いっぱい入れとくと、こうやって特殊召喚できて割と楽しくなってくるんですけども。さあ、ジ・エンドスピリッツ落ちる。あー、強い。ファーニマルウィングさん、落ちていただけたんですか、ありがとう。神に感謝、神に感謝。神に感謝、神に感謝せよ。よし、でトイポット効果発動。トイポット効果によって、まあ、これはデッキ圧縮のでしかないから、デッキ圧縮していく、いいぞ。そしてだな、ちなみに、あのなんかこうファーニマルベアとかいうモンスター地属性転移族なんで、なんか普通に強いっていうね、そこも結構シナジー噛んでるっていう謎のシナジーが噛んでますが、とりあえずエッジインプシダーが墓地から、蘇生できるレベル3なんでめっちゃ強いです。でライトロードサムナールミナスは墓地送られた、まあ、これは墓地送られるのは逆に好都合で、エッジインプシダー効果、
ちょっとビーストちょっといらないので、ここ墓地から、あ、墓地じゃない、デッキが落ちてほしいんですわな。で、セインティングミネルバ出す。で、これでライトロード、ビーストウルフ落ちてくれると嬉しいんご。はい。で、なんでもいい。で、3枚肥やす。なんか相手誘発あるね。なんだろうな。あ、やべ。くっそ、引いちゃった。まあ、いいや。で、ライトロード、ビーストウルフ大体出てくる。これマジで何でもできんだ。召喚券使ってないんですけど、僕。まだ。嘘でしょ。召喚券使ってないのマジ強すぎか。一旦ちょっと召喚券使わないで、ルミナスタタに行くわ。で、神聖魔皇后セレーネちゃんの効果発動。なんかあるんだよな。なんだ、あ、相手なんか、いや、クリティカル、クリティカルヒット。いや、でもそうでもねえか。そうでもね、召喚券使ってなかったわ。召喚券使ってないからいけるわ。召喚券使ってない。これで召喚券使ったらやばいだろ。ライトロードサモナールミナス召喚で、もううるさい。ちょっとニャンニャンはね、なんかね、エクシーズしか出せんとかいうね、なんかやばいことを言ってるから、なるべく出さない方がいいですけど、まあ最悪もう出すことありますけどね。ここでルミナスツール最強ムーブ。うるさい、黙れニャンニャン。ニャンニャンちょっと黙ってろ。でビースト捨てる。これはさすがにアサシンだな。アサシンまだ効果使ってない。これは結構頑張ってんじゃん。相手これ絶望してんじゃん今頃。こいついつまで回してんだよみたいな。思ってそうな気がする。あ、ムーダラ落ちた。ナイス。で、さすがに、これ余ってるんで、リバイエールでいいですね、これね。リバイ兵士を出していく。で、効果使う、ですね、まあ、これさすがに白いですね。全然見てないけど、ネクロフェイス落ちた。やべえ、全然見てない。さすがに落ちるでしょ。あ、落ちるね。落ちる。落ちたら OK。あ、ネクロフェイス全部落ちるね。神。あ、強すぎ。やばい。ちょっと待って、これ過去最大回ってる。これデッキが俺に応えてくれてる、マジで。で、ネクロフェイス効果。ジャイアントレックス効果。そしてニャンニャンの効果。戻れネクロフェイス、お前はデッキに戻れ。よし、これでネクロフェイスが1ターンに4回まず発動することは確定した。ワンターン4ネクロフェイスは確定した。つまり相手のデッキは20枚除外される。これで一応ジャイアントレックスが持ってくるぜ。激アスリーチ、うおーうおー。ちょっと盤面埋まりすぎじゃないこれ、大丈夫。で、ですね、これガチでやばい動きをしていくんですけど、ジャイアントレックスとですね、白雪さんを使いまして、この、ダイヤウルフとかいう意味わからん狼出すじゃないですか。で、リバイエール君の効果で、わけわかめモンスター、ジ・エンド・スピリッツ、さっき除外したね、ジ・エンド・スピリッツとかいう意味わからんモンスター出してくると。で、ダイヤウルフ効果使って、ジ・エンド・スピリッツを爆破します。こいつが破壊されるとですね、除外されてる闇属性モンスターを全部墓地に戻すというやばいこと書いてあるんですよ。で、ネクロフェイス戻る。あ、ちなみにこれまたね、ムドラとかで戻せばね、もう一回同じことできるんですよ。だからおかわり、おかわりネクロフェイス、もう一回できます。これネクロフェイス7回目。紛れもないクソで来た。で、ネクロフェイス効果。ネクロフェイス効果。もう終わりだ。あと残りで5枚しかない。相手の全てのカードが除外されていく。悔しいでしょうね。デッキ上がって、ちょっと暇だからアポロウサでも立てますか。暇だからアポロウサ一応立てといて。まあエンドフェーズになんかデッキ回復されるみたいなモンスターいるか知らんけど、いたら困るんで。で、アポロウサギちゃんパンツ丸見え出して、で一応ムドラで自分の、モンスターだけ一応回復しといて、何があるか分かんないけどな。エンド何があるか分かんないでエンドして、でこれではい。悔しいでしょうね。
パチンコ開始の宣言をしろ磯野。パチンコ開始。はい、というわけでパチンコしていきます。さあファーニマルベアの、ファーニマルベアリーチ信頼度 10%。 おなんかあんな、ちょっとやめてくれ。お誘発がきついんだ。ちなみに増字だったら貫通して動いていくだけなんで、マジであの関係ないです、はい、増字はほんと貫通して動いていくだけで、メイデン効果、はい、あベア、まあ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 、じゃあモンスター特殊化しますか。これはさすがにデクラルディバイナー特殊化した方が強い。なんかファーニマルのギミックがね、なんかめちゃくちゃ、ね、優秀でね、手札が切れるし、そのトイポットがね、かなり優秀なんですよね。はい。だからまあ、自分の手札に来てしまったアギドとかを墓地に送る方法としても非常に優秀ですし、ちょそれ、うん、これはね、投手になってやばいんだけど、普通に。てか、さすがにさ、あのバロネスくらい入れた方がいいかな。なんかもう、もはや制圧いいやと思って、なんか全部自分のなんか、展開にガン回すようにさ、あのバロネスとか入ってないんだけど、一切。1ミリも。一応なんか、誘発ケアしながら動けるから、一応バランス1枚ぐらい入れた方がいいかもしんない。はい、まあでもデッキ破壊する分にはいらないけどな。はい、でとりあえずライトロードビーストウォルフくんが落ちてくれたんで、ライトロードビーストウォルフリーチ、ビーストウォルフを撃破せよ。何ムドラだと。でも相手先に撃ってくれるのこれ、ありがたくね。なんか死んねえけど、それは普通にチェーンすればいいだけなんだ、もう関係ないですね。ムドラ君ね、チェーンした方がいいっすよ、効果に。これ先打ちしちゃうとさ、こうなっちゃうからさ、まあ診断デラデラなんでね、あれですけど、強めっちゃ強いわ、落ちるかどう。石津はギミック上後打ちめちゃくちゃ有利なんで、後から発動した方がいいです、あのムドラまたは、ケルドーの効果をね。なんか相手がゲロ甘え、ムドラ起動してくれたから全然展開取ってるけど、展開取んねえかなこれ結構。はい、まあね、多分今お試し中なんでしょうね。ここでこれ普通にバロネス出るからな。だからね、バロネスもね、結局出たってところでね、なんか最終的にねリンクサイダーとかあるんだよね結構このデッキ。あ、ちょ、ニャンニャンはいいっすね、ニャンニャンはいいっすよ、ニャンニャンはいいっす。さあニャンニャンリーチ、ネクロフェイスを、ネクロフェイスをデッキに戻したら大当たりで、デストルド効果発動していいな。ドルドー効果、3にし出しといて、こいつレベル3になれるし、レベル3対象取ったらレベル4にもなるのめっちゃ強いんだよね、これ。最強。あまりにも。でですね、さすがに墓地壊した方がいいんで、一回ダンテします。はい。松本潤出していく。松潤効果。オーバーレイト1個使って、3枚墓地肥やせます効果。あ、ネクロフェイシング落ちた、OK。まだ時間余ってるから何とかなるな、多分。このデッキ、ちなみに時間との戦いはそこそこあります。はい。ちなみにさっき時間切れで負けました。なんか回してたら時間なくなってきて、残り3秒くらいでターン渡して普通に負けました。はい。敵は運と時間ですね。はい。これ、あ、来た。神、ファニマルウィングは神、ありがとう、ありがとう、ありがてえ、あまりにもありがてえぜ。とりあえずめっちゃだ、うわめっちゃ弱いぜ。でもドローがめっちゃ弱い。ここでまあ魔法カードとかね、引けたら割と強いんだけど、まあ、手札は補充できるけど、これ引いてもあんま強くないから、愚かな埋葬、これ何落ちとせんだ俺これ。あ、トリッククラウン落とせんじゃん神。トリッククラウン落としていく。でトリッククラウンの効果を発動するぜ。トリッククラウンの効果によって、1000ダメージを受けながら自分を特殊召喚できるぜ。そしてバリケイダー出すだろう。で、バリケイダー効果発動して手札切る。エッチンプチェーン落とせるのでかすぎる。マジでこのバリケードベルクね、手札に来てしまった。なんかクソいらねえモンスターをね、墓地に叩き落として、ST 続行ができるから。結構ね、結構強いんですよ、これ。で、特殊召喚するでしょ。ほんで、これさすがにもう行くしかないか。セレーネ行けんな。セレーネ行こう。セレーネ疑似連。セレーネ疑似連発動。はい。で、カウンターをめちゃくちゃいっぱい置くぜ。パルルルルルで、あ、このデッキ、ちなみにそんなに魔法カード入ってないから、セレーネ出したらなんか魔法カード足んなくて、あれっていう時あるから気をつけて。で、ですね、これはさすがに、サモナルミナス、
で効果発動する。でもう一回サモナールミナス、はい、でもう一回このチェーン何ケルベク、あーバウンス、あいいよ別に、なんか別に関係ないけど、あんまそれあんま関係ねえわ、別にレベル3みたいなことってっから。まだまだですね、このデッキの真のパワーが分かってないようだ。相手は誘発の打ちどころが全然分かってないいや、まあ、分かんねえか、まあ初日だもんな、初見だもんな、分かんねえよな、すまんな、俺はお前のその意味わからん誘発は全部貫通して動いていくぜ。これで誘発の打ちどころを学んで強く生きろ、強く生きろよパワープロの少年。やべ、言ってたら残り80秒ちった、やばいやばいやばい、時間ない、急がないと、ちょうるさいんで、お前らちょ聞いてくんな、いちいちうるせえか、黙ってろ、まずいぜマジで、このデッキこんなに時間ないんだよな、これ結構絶望的で時間ないっすマジこれマジです、やばい、ガチでやばい、ちょっと待って、一回アポロウーサギ出して47秒いける、いやこれこの時間だってことかなりギリなんだよな。アポロウーサギ出してパンツ丸見えからの、もう一発白雪行く、やばい、もうなんか選んでる時間がない、助けてくれ、やばい、ちょっと待って、本当にやばい、ちょやばい、残り36、特殊化5で効果増、オッケーで効果増で効果増、さすがにいったか、ここでよしオッケーよーしゃおらーお前のデッキの枚数を数えてみろ、うおハイパービッグボーナスゲット魔界チャンス継続。このなんかカタパルトタートルのやついいねあんま見えないけど、ちょあのリベンデッドスレイヤー君でかすぎてあんま見えない、どけよお前そこ、あんま見えないで、カタパルトタートルのなんかあのメイト隊見れねえよ、なんかな、とりあえず光の援軍発、光の援軍の効果、あ通るんですか、あ通ります、あやす通ります、あざすですね。できればでもなんかこれルミナスとかなんか落としときたい感じですよね、墓地にね、基本的には。でファーニマル、あートリッククラウン落ちてる最強、落ちてる最強、出てくるんご、はい、で愚かな埋葬発動、愚かな埋葬10枚ぐらい積みてえな、愚かな埋葬10枚ぐらい積んだら多分最強なんだよ、この時魔法カードあんまないんですよね、援軍とかなんか不確定なんで、なんかあんま全然回らない時があって、やばい、あやばい、カード入ってる相手ターン中に石津ガンメタするカードじゃないか、まずい、俺のターンが終わってしまう、お前俺のターンなのに展開しすぎだろ、あー終わったちょ、猫マネキングは聞いてないって、猫マネキングはあかん、これあれか、もしかしてこれ全人類これデッキの中に猫マネキング3枚投入する時代来たか、これ